が決まってます。こんだけです、ケです。改めまして、新一ラビットさんです。よろしくお願いします。いやー、ようこそ福岡へお越しいただきました。いや、ありがとうございます、呼んでいただいて。いや、今回は、はい、サッカーじゃなくてバスケットボールに。そうです、まあ皆さんご存知の通り、神田さんが、社長に就任しましてね、神田さんはもともと本田圭佑選手のマネージメントをやってまして、僕もすごく仲良くさせてもらってまして、今回その癒着できました。ありがとうございます。今一生懸命拍手を送ってください。すごい盛り上がってますけどね、まあ、接戦なんでね、ちょっと後半福岡がもっともっと得点を決めるために、ちょっと僕がよくやってるおまじないがありまして、僕が今から福岡って言って全員でグランチュってやってもらってますか。2対1やろ。オッケー、分かった、2対1でやろう。
急遽2対1での対戦ということで、僕も神田さんで2対2やってないけどね。さあ、それでは見事選ばれた2名、じゃあ、ええよ、この仕事こっち川口やないから。なかなかちゃんと準備しとかな。よし、いける？いける？さあ、準備完了。君らなんかめっちゃ気合入ってるけど、こっち素人やからね。よし、じゃあ、ルールはですね、簡単、どういうルールですか？お互い1本ずつですね、オフェンスとディフェンスを行ってもらって、はい、どちらか1本決めた方、もしくはお互い外したらこちらの勝ちということになりますので。